朝日、橋本、ゴーダ・レイ、そしてショーン・ロング、アンジェロ・カロイアロということで、これは石崎さん、昨日と変わらずということですかね。はい、同じメンバー、はい、須田、中東、佐藤、若野、中塚、ジョシュア・スミス、そして坂本誠雅ということになっています。誠雅ボールを運んで斉藤、どうする、ドライブに行かずにパスして、そこからスリーは須田だ、決めてきた。さあ大阪、ここも早い展開に持っていきたいところですが、おっとちょっとミスがありました大阪。大和場内が沸きました。バイオレーションですかね。ちょっと珍しいですね。はい、これは先ほどの得点シーンです。走る木下、長いパスが通る。そこから竹内、ちょっと決めた。外に広げてソアレスのスリーは落ちています。大阪、さあ早い攻撃だぞ。どう攻めてくるか。これはよくボールを取りました。いいようですが、パスを外に出して木下、スリーはどうか、決めてきた。さあハマーに当たってパスが通った。大阪の連続得点、いいですね。ここもハイポストのハマー選手の判断が素晴らしかったですね。そこに空いていたところ、いい反応、もう一回、あ、強い、ファウルをもらいました。バスケットカウント、名古屋がいいディフェンスの流れを作ることができた。さあこれをオフェンスに生かせるかどうかというところ、スリーを狙ってきた。あ、これは流れができそうな雰囲気が、大阪はチームファウル3になっています。おー、走ってきました、バスケットカウント、いいですね。先ほどスリーポイントシュート、はい、名古屋そこから打ちました。これは決めてきます。うまいですね。そのあたりの起点というのも高いですね。はい、木下ファール4つです。レイパークスドライブに行く。大阪、カロイアロ、ロング、そこから行ってきました。ファールゲームに相変わらずスティールを狙うような守り方に見えますね、はい。次のゲームに向けていい形でゲームは終わりたいというところだと思います。第4クォーター残りはもう1秒というところ、これで試合が終わりました。